民国の政治家当初は中国国民党左派に属して、反省解析運動にも加わった。後に、昭子寺に転じ、晩年は国際的な反共主義運動の指導者となる。兄の谷正人も、弟の谷正家内も中国国民党や国民政府で養殖につき、彼らと共に谷氏三兄弟と称された。字は、祝燕、ね。1922年、 弟の他に正しくないともに、ドイツへ留学し、ベルリン大学で学ぶ。留学中の1924年に兄弟揃って、中国国民党に入党した。1925年、やはり聖華内とともに、ソビエト連邦に向かい、モスクワ中山大学で研究に従事した。1926年に帰国し、1928年、陳君広。 小竹ら国民党左派が結成した国民党会祖堂司会に加入した。1931年、小会席が高官民を軟禁したことにより、反将派が公衆批調会議を開催すると、谷もこれに参加して、北平、天津で活動している。同年の満州事変勃発により、昭派、反将派の大道団結がなり、12月に谷正綱は国民党、 第4期中央執行委員候補に選出される。1934年12月、国民政府実業部常務次長に任命され、翌年11月には、第5期中央執行委員、常務委員、組織部副部長に抜擢された。1937年の日中戦争勃発後に、中央軍事委員会第5部副部長に任命され、翌年6月には三民主義青年団。 中央臨時幹事会場無幹事となる。さらに国民党石膏商党部主任院権第3、先区政治部主任に任ぜられた。1939年11月、谷正綱は国民党中央社会部部長に任ぜられ、戦時中の社会福祉事業の責任者となった。翌1940年10月、同部は国民政府に関されて社会部が新設され、 谷が引き続き部長に任命される。以後、1949年3月まで9年に渡り、この地位にあった。1945年5月、国民党第6期中央執行委員兼常務委員となり、さらに党中央の公委員会委員長も兼ねた。同年7月から1ヶ月だけだが、農林部長を暫時務めている。国境内戦期間中は、 上述の通り社会部長のほか、最高経済委員会委員、水税区政務委員会委員、政権国民大会代表、雪のり国民大会代表などを歴任した。内戦末期に、小解析が一次下野に追い込まれた後の1949年3月、谷間札那は、社会部長を辞任し、台湾に逃れている。台湾では1950年1月に、内政部部長に任命され、 合わせて、大陸裁法救済総会理事長を兼ねている。同年8月、国民党中央改造委員会委員権特別、党務組組長に任ぜられ、国民党の組織改革に取り組んだ。1951年、総統府国策顧問に招聘される。1952年、国民党第7期中央委員に選出され、以後、第12期まで、 同様に選出され続けた。1954年1月、谷間さつなは国防部参謀次長に任命され、8月にはアジア人民反共同盟中国総会理事長にも任税られた。1959年10月、国民大会秘書長兼県政権打委員会秘書長となり、1966年には県政権打委員会副主任委員になっている。 1967年、世界反共連盟主席に任ぜられ、その翌年には終身名誉議長となった。1980年、谷正綱は相当不姿勢に転じる。国民党においても、1988年の第13期からは中央評議員となり、続く第14期でも同様であった。1993年12月11日、 台北市にて病没。去年92。ありがとうございます。